にちは、こんばんは。ゲーム動画ピコです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきたいと思います。再び公式戦ですね。そしてサンダーボルト戦です。できません。砂です。いいですね。あと1点ピンチ。見落としたので助かりましたね。まあ誰もいない。荒っぽいですね。ちょっと危ない。なんとか拾いましたが、かなり敵に渡ってたら本当に失点になりかねなかった。もったいないなぁ。ここにまだ言うな、諦めない。逃れましたが、相手のスローインです。あっと危ない。おー、逆サイドへ。ミオ、これは届かないだろう。おー、ファールを導き出した。しかも相手の番はイエローカードです。さあチャンスかな。緑がまだ行く。緑まだ攻める。これは。受け切れません。アディショナルタイム突入です。もうほとんど時間がない。前半終了です。かなり中盤に疲れた今回止まってますね。さあ、窓かも。安定してますね。もう変えちゃいましょう。一気に勝負かけます。
この前ちょっときつい、角度的にきつい。長くも取ります。おお、これはいいパスだから、ガンガン拾われたスクラリス。これはこのキックになりますよ。さあチャンスです。決められない。さあボールを拾えると危ないが、出かします。ユーナがちょっと疲れてますね。さあこれをユーナが決めきれない。ユーナ確かに積極的ではあるんですが、チャンスを生かしてくれません。逆サイド、ノーフェイスルです。ユーナになぜか渡しちゃいますね。こちらボールをスローインです。チャンスですけどね、比較的。渡しちゃうか、ボールちょっと焦りすぎますね。逆にピンチ、これはファールだ。行きません。ピンチになります。かかといが、おお、今度はコーナーキック、絶対のピンチ。では幸子がクリア。センターラインを越えて相手のスローインになります。残り10分、ノーホイッスルだ。うまい、クラリス。あ、だが前に振りすぎた。ボールキックになります。キックでも出ません。おお、さあもうほとんど時間が残ってないぞ。これがラストチャンスでしょう。アシアタイム1分。あーっと、決めきれずにこのまま試合終了。スコアレスドローです。最大ピンチと思われましたが、ピンチは続きましたね。その後お互い攻めるものの決定打が出ずに引き分けとなりました。一応首位はキープしてますが、2位のエルダウド欧州、3位のリワッセ大阪とは1ポイント差です。ということで、次回はメンソーレ那覇公式戦ですね。フラスコがすごい強いチームです。フラスコと他の選手と、強さがちょっと違ってるって感じですね。エースドライカー、マオロもなかなか強いです。ゴールキーパー宮原と立山ですね。なんとかフラスコの壁をでシュートを決めたいところです。というわけで、次回こそ勝ちたいと思っておりますので、応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。